株式会社新潟三越伊勢丹は、新潟県における三越伊勢丹ホールディングスの事業主会社で、新潟伊勢丹を運営している。小町エリアの地図、新潟三越トライバルの新潟山とは、正さや工事及び西堀通りを挟んで向かい合っていた。新潟三越は、新潟市の古くからの繁華街、小町の五福典系、小林百貨店を発祥としている。 百貨店を開業した1937年には、同じ小町エリアにおいて万代百貨店も開業。どちらも開店当日には多くの人が押し寄せ、当時の地元市は新しい物好き市民殺到とその盛況ぶりを報道した。当初は品揃え面で小林百貨店が大和を凌駕していたが、1955年の新潟大会以降、小林百貨店より理災が少なく、 10日間で復興した大和に売上主位の座を明け渡すことになった。その後、1969年の長崎屋を皮切りに、翌年市村、緑屋と新潟市にも大型店の進出が相次いだ。もずし帝都周辺の地図、新潟アルタはシルバーホテルビル内に展開していた。田中角栄が1972年の自由民主党、総裁選挙に際して、 日本列島改造論を唱え、上越新幹線、関越自動車道の建設計画が発表されたのに、連動し、低未利用の土地が広がっていた新潟駅前は、新しい町、モズ指定として整備する開発プロジェクトが発足した。1973年には、大英新潟ショッパーズプラザが、モズ指定にオープン。1975年には三越も直営小型店。 新潟三越エレガンスを万代シルバーホテルビルに出店した。もずしては新潟交通のバスセンターを併設していたため市内のバスがすべてここに集った。新潟ショッパーズプラザは1979年に全国の大英の中で売り上げ1位を記録するまでの存在になった。新潟市の商業の中心地は小町から万代にシフトし客足を奪われた。 小林百貨店は当初、伊勢丹主催の ADO に加盟、同じ加盟店である仙台の藤崎と、業務提携して、挽回を試みた。しかし、この提携関係は軌道に乗らず、三越に支援を仰ぐことになった。その結果、1980年代には小町から、長崎や市村、緑屋が撤退、淘汰されていく中で生き残ることができた。 三越本体の経営体制の刷新の中で、名古屋三越と合併していくことにはなったが、老舗店としての強力なブランド力を持って、親子三代にわたる根強い支持を得ることができたと言える。2019年3月に閉店した、新潟アルタの外観新潟伊勢丹の進出は1984年で、この時はまだ三越とはライバル関係であった。同じ問題。 指定内でも火花を散らすことになったが、2002年に指定内の小型店舗は直営売り場を廃止し、ファッションモール、新潟アルタに業態転換した。これにより、従来百貨店には来ていない若い層も取り込んでいくことになった。三越伊勢丹の経営統合及び地域分社化政策にあたっては、三越新潟店を新潟伊勢丹に直接移管し、同時に、 社名変更を実施することになった。これは、もともと、新潟伊勢丹が別会社による運営だったため、新たに新会社を設立する手間を省いたもの。一方、新潟アルタは、三越伊勢丹専門官事業部の直轄店舗として運営していた。これは、ノウハウの集積等の事情から一体運営としたもので、名古屋のラシックも同様の扱いになっている。経営統合後、 小町で隣り合っていたヤマトが閉店して、新潟県から完全撤退したため、当社が県内唯一の百貨店企業となった。しかし、ヤマトの閉店以降、小町に客足を戻すことは難しく、2020年3月22日に、新潟三越を閉店することが2018年9月26日に発表された。ビルは RC 作り地上9階、地下1階だけで、 1956年の完成後、数回の増床を経て、現在の姿になっている、隣接するビル1階にも店舗がある、小林百貨店に関するカテゴリー、ありがとうございます。